どうも、酒は私になってかまさやんです。こんばんは。2024年の9月の11日でございます。キリンの秋味です。飲んどります。おお、麦芽たっぷり 1.3 本分って書いてあります。確かにすっきり喉越し爽やかっていうより香ばしさですか、これ。香ばしさ、濃い味しますね、これ。うん、最近キリンが好きなんだよな、ビール。クラシックラガーとか大好きです。うまい秋味です。 6% いい。はい、ということでいきますか。卒度納品第三国史でございます。まずは少し前の動画で恐れ多くもというか調子を乗ってメンバーシップやりますと言ったんですけども、一応登録できるようになりました。事前登録開始です。はい、事前登録開始。来週ぐらいからね、濃いめの話とかいう題材でいろんなことを語っていきたいと思います。月額290円ですね。高いね。うん、今ネットフリックスとかね、アマゾンプライムとか、うん、1000円そこそこでね、クオリティ高いね、ドラマとか映画見れますよ。もうしょうがない。僕もとりあえず6年近くどれくらいやってるかな、 YouTube。これからやったらもう大体登録者数何万とか何十万とか言ってる人ね、いっぱいいますよ。まあその逆もね、全然続かないとかいう人もいますけど、まあ第三国志一本でよくここまで来たなということで、お試しでやっていきたいと思います。メンバーシップです。1ヶ月間一人も登録なかったらやめます。はい、よろしくお願いします。まあ概要欄にね、事前登録開始してます。よろしくお願いします。はい、ということで、まずイベントですね。秋のお城イベント来てます。装飾イベント、こういうの最近ね、あのサブイベント的な分ですね、サブゲームみたいなのほとんどやってないですから、ね、はい。しかしね、今回は豪華商品がありますよ。はい、なんか装飾するのかな、デザインするんですか。うん、で50文字から100文字でね、コンセプトを添えてください。なんと趣向の中から5名様に288玉風プレゼントございます。パクリが確認された場合、即座に商品の受賞対象から外れますパクリって言うんだね、普通に。パクっちゃいけませんよ。パクリダメです。パクリダメです。2880でもいい気がするけどな。はい、ガチャ1回分だけですから、よろしくお願いします。はい、というところでメンテナンス来ております。はい、こちらも来ましたね。いいね。まあ秋の中秋イベントですね。まあログボみたいなもんです。まあミニゲームみたいなのあります。頑張ってください。昨日の最適化で特別に見るとこないかな。戦闘のところかな。まあ10分ね、主軍回復しないっていうところありますけど、引き分けの終了時間と守備軍の回復時間が同じ場合、引き分け終了が優先されます。勝利すると土地ゲットできるよ。引き分けまた敗北した場合は主軍が回復しますってことですね。はい、引き分け5分だよね。引き分け時間って5分のはずなんで、5分のとこちょうどにバシッと当てた場合ね、で引き分けずっと続けてた場合は、うん、戻した方がいいもんね。まあ重症化しなかったら、まあ、重症化したらでも戻すよ。まあ相手も重症化してたら、まあなんとかワンチャン取れるかって言った時に残すけど、結局
ね、今引き分け状態じゃなくても主軍回復しないんでね、10分は投げ続けることができるので、ずっと引き分け状態にするメリットはない気もしないでもない。うん、まあ、かなり遠投の時か、さっき言ったようにお互い重傷化するけど続けてれば勝てるっていう、これが同タイミングってことですか、レアケースですよね。はい、ということです。はい、こんな感じ。さあ X1108 だったかな、これ106らへんがもう決算告知が来たとかなんとかで、もう少しかしたらね、はい、決算告知来そうであります。マザヤンです。今季最大敗北ですね。素晴らしい。負けたんでお名前出しますけど素晴らしいです。いやー、最近食器場ね、食の感がないパターンもね結構増えてきましたね。内戦に使ったりね、他の部隊に使ったりというところで、はい、素晴らしいです。でこの部隊ね、詳しい戦法を見せないんですが、龍禅、最近ここ最近なんか龍禅のこの分析が10連合でいいですか、が10連合がなんか結構見るな、この戦法と思います。はい、まあ、戦法距離が全員1上がるっていうのはでかいですね。まあ、所属陣営が全部異なる場合なんですけど、でダメージがちょっと上がります。10% ほど上がって、なおかつ通常攻撃で 40% の確率で兵力回復できないっていうのがつくということで、はい、この戦法を生かせる部隊っていうのもね、いろいろあるんじゃないかなと思います。はい、今日のメインテーマなんですけど、最近ね俺の書く、まあ、僕がね、これはもうこのかっこいいやつははい、かっこいいやつじゃなくて、ああ、そうか、変わったのか、これも元々ね、私右下のこの初期画像ですね、モチーフにして作ってるんですね。ジョジョ立ちの角ってやったんですけど、変わっちゃったんですよ。ジョジョ立ちになってないんですね。いつ変わったんだろう、これ知らんかったな。変わったっけ、ジョジョ立ちの角が変わりました。でこの軍拡ね、結構最初のシーズン1とかシーズン2とかね、結構使われてて、途中は角劉備長騎っていうね最強ムーブがありました。最強部隊でした。あれをどうやって倒すかみたいな。結局回復の調整が来てすぐ消えちゃったんですけどね。核がね消えたんですよ最近。でこの最近の軍拡を使った部隊といえばですね、軍拡チェーキ弓力符ですよね。前の弓力符の類似剣術型が結構流行ったんですけど、最近ほとんど見ないです、うん、どうした、まあ、いろんな部隊のね兼ね合い、環境の変化があるんでしょうけど、全然見ないですね。はい、というとこでね、軍拡三無遺作復活させたいですよね。僕の上級盗賊なんかもうね完全消え去ってしまいましたけど、でまあまあ核なんですけどね、今三無遺作ね、攻撃地略低下ね。で手動戦法発動時に呪詛状態です。 140% は結構高いんですけど、で手動の舞台って結構多い気がするんだよな、うん、また手動ね増えてきたと思いますよ。で追撃舞台はねかわしはいいんですよ、当てやすい。大体だって牙じゃん、牙のねイラストでピャーってスピード速い舞台飛んできたらね無理やり行かなくていいわけですから。ちょっと軍拡来機ね使ってみたいなと思っております。でそこで組みたいのがね新武将です、私のね、はい、バチコリ当てたダッキです。ダッキやりたい、ダッキと軍拡を組ませたいです。サングラス落ちるな。はい、
ダッキですね。式戦法敵軍単体ということで、戦闘中自身がダメージを受けると 60% の確率で距離4以内のランダムな敵軍単体が暴走状態ですね。次の行動時暴走状態、一ターン継続、さらに対象の次の物理攻撃先駆けダメージ 24% 減少、知略影響ということで、はい、でげでげっす。暴走とね、やっぱり軍拡の相性の良さってありますから、うん、使いたい。で最近ダッキは結構見るんですよ。ダッキでダッキってなんか孫権の代わりみたいな、孫権がいた位置、例えば盗賊みたいなね形があったら、その孫権の代わりにダッキみたいなイメージはある、うん、で最近当たった部隊としては官僚夫ね、やっぱ官僚夫は暴走状態の相手に対してねダメージを与えるので、まあ相性がいいというとこです。ですんで官僚夫長期ダッキみたいな形は当たりました。実際これいいなとは思った、うん、官僚夫長期ダッキね、うん、相性いいよね。官僚夫、官僚夫も救いたいんですよ。軍拡と同じぐらい救いたいので、まあ、官僚夫長期ダッキワンチャンあるかというところでございますよね。そしてそしてですね、まあ、軍拡の形なんですけど、軍拡の形は軍拡長期ダッキ、さっきと一緒だ、まあ、ちょっと弱いよね。でも火力出ないですよね、うん、ダッキに大体最近のテンプレは類実と利兵がついてるんですよね。だけどそこの利兵でもダメージ出せるんですけれども、まあ暴走でねある程度稼ぎたいっていうのと、あの核のね、まあ、三無遺作手動戦法の時の呪詛状態と暴走プラスバハってはまったら、そこそこそこだけのダメージ出るんじゃないかなというところはあります。で軍拡に、まあ、辛抱風船みたいな形で火力寄りにするか、三軍集合みたいな形にしていくか、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、うん、まあ軍拡か官僚夫かって考えて、まあ軍拡復活したいなっていう思いは正直あります。はい。で、軍拡のあの攻略館の方でですね、軍拡侵略奪機の形がまああるということは記載されてましたよね。うん、まあ侵略もね情報修正来てますし、使いやすくなってますよね。そんな感じで、はい、軍拡復活させたいです。ぜひおすすめの舞台あったら教えてください。ということで、お酒は二十歳になってからませんでした。